こんにちは、こんばんは、タイポンです。ウィニングレブン2016実況やっていきたいと思います。はい、次は準決勝でメキシコ相手です。やっていきましょう。まあ武藤なるべく点を取ってゴールランキング1位にしたい結果です。エスタジオ ベラリオ、うわ、ホンダやばって、武藤も調子いいね。フォーメーこれでいいかなね。なんか下手に変えるよりもとりあえず1回このこれで固定して、吉田が前回に引き続き調子が悪いけど、まあ森重が調子いいから出してくださいだって前回さ、塩谷めっちゃ調子良かったのに嘘でしょ、上下の関係激しすぎでしょ、高低差ありすぎだろ。まあこんな感じでやっていこうかなね。長谷部、うん、これでいこう。みんな別に調子悪いわけじゃないから。はい、OK。はい、やっていきましょう。ちょっと見ますかね。ちょっと綾鷹飲ませてください。本日のマッチはインターナショナルカップ準決勝、日本対メキシコ、スタジオベイラーリオよりお届けしてまいります。メキシコね。南米ね、南米。ウッチーが今イケメンすぎた。本当に。準決勝を制した者がその栄光の舞台に駆け上ります。行きましょう。まあオランダ撃破、オランダドイツ撃破してる。やべ。ファウルないよ。ファウルあった。ああ、まあオランダドイツ撃破してるんで大丈夫ですよ。カードは出さないよね。早くもカードをもらってしまいます。まあちょっと激しすぎた。これはね、で下手したらレッドだったね。怖いね。いや、いきなりですよ。もうゴール直接叩き込んできました。仕方ないね、これは。これは仕方ないね。切り替えてもうやっていくしかない。まだ良かったよ。1分でね、俺さ、まさか失点すると思わなかったよ。さあ、メキシコ。おっきいんじゃないの、岡崎調子いいからね。おっと、ホンダ来たあんなあっさり入ると思わなかったけどちょっと入るかな的な感じで打ったら入ったわ。やった、ホンダやっぱエースで見せたよ。リーダーって感じ、リーダーとかもエースっていう感じすんもんね、日本の。これ相手ミスったんだね、テンパっちゃったのかな、個性で。こっからホンダこれでちょっと巻いてバーン。いや、入ると思わなかった。いや、これ待って、すごい試合の展開が早すぎるまだ始まって5分も経ってます。あ、やばい。ウッチが言えば、森重だよね。びっくりしたよ。森重すごい上がるね、上がるね。やめよう。怖いから。あ、武藤で決めた。あ、長谷部。うわ、かっこよ。このボール危険です。エルナンデス。日本、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。あ、武藤いいよ。武藤。抜けた。チャンスになる。武藤やば、武藤もうゴールなんか入ろう、得点をってことで。日本よっしゃー、いや、あんなあっさり入るんだ。あ、せ飛んでる空を出せ。武藤今のキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。いや、これ気持ちのいい一発が決まりましたね。そんな、はい、いいね、走り込みが良かったのと、ここで結構ちょっと弱気で外に行っちゃったんだけど、これまさか入るかっていうぐらい入っちゃった。いや、嬉しいね、武藤これで単独で。多分フランスがベンゼマ決めてなければ一応単独1位です。いいよ、オランダ戦よりか点は決めたいね。ちょっとドリブルのコツつかんできたかもしれない。岡崎、長谷部、心整えた、やっと。誰、岡崎か、びっくりした、長谷部かと思った。岡崎いいよ、どうした岡崎、本領発揮だよ。え、待って、なんか何この余裕なんだけど。メキシコがちょっとやっぱもうドイツオランダと強、まあ言っちゃうと、まあメキシコよりか強い相手と戦ってきたからか分かんないけど、なんかちょっと余裕が出てきた。オッケー、
まあ、今の難しいね。いいよ、ホンダいいね。ホンダがいいよ。ホンダの。まだオフサイド。普通の構えに。あの距離でホンダのあのシュート食らったら普通にもう脳震盪起こすだろう。ファール？フリーキックまさかの。あ、フリーキック。ホンダか。さあまずセットプレーのチャンスは日本です。こうやってやって、こうやってると入るんで。入んなかった。入んなかったが。あれ？嘘でしょ。マジ？ちょっと驚きなんだけど今。待って、これ岡崎も得点ランキング上位にいってるんじゃね？これ惜しかったね。惜しくて武藤がバーン行って岡崎ダーンで、あ、敵に当たっちゃったんだね。それでキーパーもちょっと反応ができなかったのかな。こここれ当たってる。まあ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 仕方ない。まあとりあえずね、無回転シュートが入りやすいみたいな見て。ああ、しかしまで、なんかやり方じゃないけど見たらマックスでゲージやって、で打つ瞬間に四角を押すと満回転なんですけど、それだとなんか別に力が吹かすとかじゃなくて、なんか結構いい感じに入るよみたいなの見て実践してちょっと練習したんですけど、やばい！打つのか、危ない、大丈夫です。 OK、 前半はこんな感じで、ちょっと完全にメキシコのディフェンダーがもうあれだね、ちょっと調子相手が崩れちゃって、それ以上の点差がつきましたね。プレーしてる感じ、僕も驚いてるんじゃないでしょうかね。よっしゃー、もう準決勝がこんな楽でいいのかい。こうなっちゃって、あら、やばい、あ、やばい、危ねーって感じだから、とりあえずロングシュート打っていきたい。スルーパスを出す、長谷部ミドル行く、長谷部ミドル行っちゃう、シュート意外と入った、入ってねえや、びっくりした意外と良かったね、長谷部ミドル。いや、やっぱ現実でも長谷部結構ミドル打つからね。ちょっとすごいグイーン行くな、試合も終盤に入り、なんかすごい思ったよりもなんか行くな。このまま行きますと、やっべ、もうやだ、これはパワー、あらららら、これは、おお、やばいやばい、ヒートアップしてる、じゃあ、やばいな、これ2人に今野と森重がイエロー出ちゃったね。すげえヒートアップしてて、相手怒ってた、相手変えてきたな、変えてきてねえか。まさかのセットプレー、あら、おっと、運ないな、メキシコ。ちょっともう2点ぐらい損してるぞね、2点、あれ、ちょっとこれ一番ダメなやつだ、これだ。ほら、どうしたの、ちょっと。もうこれ決まっ、ね、その、これ3点目じゃん、これで。多分。ってことは、もう、同点でもおかしくなかったぐらいのレベルなんだけどな。ちょっと調子悪いっていうか、本当に、決定力が、ないな、相手。落ち着いて時間を使います。よしよし、取って。いよいよ、もう時間は、もう全然余裕だから。ゆっくりやってる。そっちはね、宇佐美だろ。ロングシュート決めたいんだよな、ロングシュート。ミドル、ミドルでも何でもいいんだけど。岡崎、サイドのスペースを使う。なんで今日だけにかなかった。おっしゃ、3分。もう勝ちは確定なんですが。縦にボールを送ります。よし。うまい、森重、何それ。宇佐美打ってみるか、どう仕掛けてくるか。無理だね、さすがに勝ったでしょ。チャンスだ、最後に岡崎ホーン、捉えきれませんと同時に、よっしゃ、これちょっと相手のね、前線の選手がね、完全にあれだね、決定力不足すぎだったね。さあ北澤さん、
今日の試合ですがどうご覧になりましたか、うん、俺めっちゃシュート打ったよ、出てくるのが、ね、相手もでも結構打ってるね、ただこの準決勝試合率は15-10でどうよ、岡崎やべえ、今見れますよね、岡崎武藤がなんかすげえなって感じだ、意気揚々と帰っていくサポーターと肩を落とす、はいはい、ことで勝ちました、いやー勝った来たよ、フランスめっちゃボコボコじゃん、 3-0、 まあこっちも実質 3-0 みたいなもんだから、決勝はフランス、そして見てください、武藤のね、うお、グリーズマン、ベンズマすごいな、うわ単独でやっぱ1位にしたいから武藤を、ちょっと情報で大会情報を見よっかね、ゴールランキング見よう、お、あ、岡崎3点か、香川も3点、そういう感じね、了解です、アシストは、あ、武藤やべえな、武藤武藤ジャパンじゃん、こんなのもう武藤ジャパンだよ、グループステージ確かフランスやっぱ一緒でね、しかも負けてるというか、あのグループリーグだとね、一応1位はフランスだったから、はい、これはちょっといいシナリオになったね、なんか最後ってことで、この決勝は次回やっていきたいと思います、頑張って決勝勝ちたいと、勝って世界一に、日本を世界一にしたいと思います、それじゃあまた、ここまでご視聴ありがとうございます、この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします、それではまた次回のウィニングレブン実況でお会いしましょう、グッバイ、さよなら、パイオニア。